ここでは全化式と一般項の一段上げて解査パターンについて勉強します。この問題の解き方とその意味を確認していきましょう。まずは復習の方のための略解です。ここを見ても意味がわからない場合、ここから一緒に授業を確認していきましょう。では今回の問題の要点から見ていきましょう。今回のような AN たす1が AN のほにゃばいたす N の式の時ってどうやってこの全化式の一般項を求めることができるでしょうか。 一見ね特性方程式パターンかなって思うかもしれないですが特性方程式パターンは An+1 が An のホニャバイすスホニャここが両方数字になってないとダメなんですね。今回みたいなここが N の式だとこれは使えないんですね。じゃあどうすればいいかっていうとそれは1段上げてて引き算して解差パターンを利用すするという方法になります早速具体例これで見ていきましょう。 a のたす1が an の5倍たす 4n ということでね、ほにゃばいの a のたす n の式の形になってますよね。こういう場合はですね、まず一段上げます。一段上げるっていうのはどういうことかというと、この与えられた全化式の n の部分を n たす1に変えるんです。ですからこっちの 4n の n の部分も n たす1に変わります。で n たす1は n たす2に変わりますよね。でこれを展開整理すれば、このような an たす2は5倍の n たす1たす 4n たす4という式が出てきます。 で、その後どうするかというと、引き算するんです。この一段上げた方を二番、元の方を一番としたら2、二番引く一番をするんですね。でも、慣れている人やったら、この式見ながらね、この下引く上をやりながら、この式が出てきます。で、慣れるまではもう別々に書いたらいいと思います。二番の式をまず上に書く。もともとあった一番の式を下に書く。そして縦型で筆算するんですね。そしたら、ここをね、五でくくればこうなりますし。四 n と四 n はね、消えちゃうんで、この式が出てくるっていうのは理解できるかと思います。 でその次どうするかっていうとこの an+1-an AN の部分を bn と置き直しましょうここが bn になりますよねでこれが bn っていうことはこれをさらに1段上げたら bn+1 は an+2-an+1 になりますよねですからこっちが bn+1 に置き換えられますそうすれば bn+1 は5倍の bn+4 っていうこの全化式が出てくるんですね そしたらこれは特性方程式パターンですから頑張って計算すればね Bn イコール 29×5 の n-1 乗みたいなこんな式が出てきてくれます。で今回はですねこの一段上げて引き算して解散パターンを利用するこのパターンの勉強したいんでこの特性方程式パターンのね細かい計算を省いてもいきなり Bn の答え書いてます。 じゃあこの後どんな流れになっていくかっていうと BN は僕たちが勝手に置いた文字ですねもともとは AN たす1く n ですつまり AN たす1く n の式が分かったよとでそれは N の式で表されるよとじゃあこれって AN たす1く n が N の式っていうのは解差パターンですよねですから解差パターンを利用して今後解いていくことができるとであとはこの計算を頑張れば、ね、AN が出てくるっていう流れなんですね OK でしょうか以上の知識を踏まえて今回の問題を具体的に攻略していきましょう n+1 が n の2倍たす 3n-4n の式になってますよね。こういう時は1段上げて解鎖パターンに持ち込むんですね。ですからこの n の部分を n+1n の部分を n+1 に変えてます。そして n+1 は n+2 に変わりますよね。で2番く1番をすればこの式が出てきますよね。慣れるまではね上に2番の式下に1番の式を変えて縦にね筆算をして正確に計算していきましょう。 で、この出てきた式においてねこの a1-a を bn と置けばこっち側は b の n+1 になってくれるので bn+1 は2倍の bn+3 というこの全化式が出てきてくれますよね。ですからこれは特性方程式パターンなのでここを x に置き換えて x=2x+3 というこの特性方程式を解けば x 3という答えが出てきてくれます。 でこの出てきた解をどうするかっていうと全化式の両辺にマイナスで入れるんですねですからこのようにねマイナスのマイナス3マイナスのマイナス3っていうのを両辺に加えてそして整理すればこの式が出てきてくれますじゃあこの数列はどんな数列かっていうと慣れるまではね cn とか新たに置き換えればいいですよね bn+3 を cn と見ればこっちら cn+1 ですつまり cn+1 は2倍の cn ということで公比2の等比数列ですねで初項はどうなるかっていうと c1 です C1 はここの n が1なので B1+3 のことですね。じゃあ B1+3 が初項じゃないかと。でところで B1 って何だっていうとここでわかるんですね。B1 っていうのは A の 2-A の1のことです。ですから A2-A1、それにプラス3をしたものが初項になるんですね。 ちなみに A2 の出し方は OK ですよね。A2 っていうのはこの与えられた全化式で求まります。ここの N の部分を1にすれば、こっちが2になってくれるんでね、A2 が計算で求まります。A2 は1になるんですね。で、初項 A1 も1なので1、1-1、それに3を加えたものが、この数列 CN の初項の3となります。 ですから、この数列 CN の一般項は、初項をかける公費の N-1 で求まりますよね。あとは、このね、CN を BN たす3に戻して、プラス3を移行すれば、BN の一般項がわかります。で、この BN というのは、僕らが勝手に置いた文字だったんですね。だから、元に戻すと AN。AN たす 1-AN ですね。つまり、AN、n たす1 n のこの BN の一般項がわかったということは、これは解差パターンやったんですね。ですから、N 大なりイコール二でとていう、この解差パターン、解差からね、一般項を求めるこの公式を使うことができるんだと。 ですからこのね BK のところにこの出てきた一般公を入れるとこのような式になります。で A はね当然この仮定にあるんで A 1は1っていうのがわかるんですね。じゃああとはここのシグマ計算を頑張るだけですね。この前半の方っていうのはこの3はね K に関係ないので前に出すことができます。3シグマの K は1から N-1 の2の K-1 乗ですね。じゃあこれは一体どうなるかっていうとここは等比数列の和ですよね。 等比数列の和ということは初項、公比、公数を明確にすれば求めることができます。初項は k が1からということでここに1を代入したら2の1引く1つまり2の0乗で1ですね。公比は2です。公数は1個目から n 引く1個目までなので n 引く1とわかりますよね。 で後半部分シグマ K1 から N-1 の3っていうのはこれは3っていう数列が1個目から N-1 個目まであって全部足してくださいよっていうことなんで3括弧 N-1 になります。ですからこの式に変わるんですねで。あとはこの式を整理していくだけです。分母はね2-1で1になるんでこの分子3にね3を展開していくと。で計算して整理すればこれが出てきてくれます。 ただこの出てきてくれた式っていうのはあくまでも n 大なりイコール2の時しか分かってないんですね。ですから n イコール1の時でも言えるかどうかここからチェックしないとダメです。ということでこの出てきてくれた式にここ n イコール1っていうのを代入して計算してみると。 そうするとですねその値は1となってくれるんでこの式は n が1の時も使えるっていうことが分かるんですねですから結局求める一般項っていうのは、A、n は1の時でも2以上でもこの式で OK だっていうことでこれが答えというふうになるんですね OK でしょうかはいということでここでは全化式と一般項の一段上げて解差パターンについて勉強しましたどうでしょうか理解できましたでしょうかねあとは自分でもノーヒントで再現できるようにこの問題類題しっかり練習しておきましょう